さあ、エリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。今日ご紹介するのはこちらの3本です。はい、宮崎ブーゲンビリア空港で行われてますさつき夏季宮崎空港展の様子をお伝えします。続いて宮崎アートセンターで開催中ワンダーアートフェスティバルの模様です。そして国富町総合文化会館で開催されています中竹優也さんの素敵な写真をご覧いただきます。さあ、まずはこちらをご覧ください。第43回さつき夏季宮崎空港展が宮崎ブーゲンビリア空港1階のオアシス広場で開かれています。会場には宮崎県さつき会のメンバー17人が丹精込めて育てた盆栽や花物仕立てなど40席が展示され、訪れた人の目を楽しませています。自分たちが培養した木がですね、やっぱり発表して皆さんにこうめでていただきたいというかね、そういう気持ちでやっぱあの宮崎の文化に貢献するというかですね、そういう感じですかね。やっぱ花が咲いた時ですかね、花が咲く前ですかね、つぼみが膨らんできて、あ、もうすぐ咲くなっていう時がやっぱ一番楽しいですね。花の咲き具合とかですね、どんな風に盆栽風に作ったかとかね、そういうところをぜひ皆さんに見に来ていただきたいと思います。会場では同じ枝から異なる色の花をつけるさつきや推定樹齢100年のさつきなど様々な種類が楽しめます。また会場の一角には苗や鉢植えの販売コーナーがあり、来場者は育て方のアドバイスなどを受けながらお気に入りのさつきを求めていました。この展示会は5月21日日曜日まで開かれています。色鮮やかなさつきの数々、ぜひ会場でご覧ください。宮崎アートセンターでワンダーアートフェスティバルが開かれ、宮崎出身または在住の作家28人の作品が展示されています。去年までで、ワンダーアートスペースという宮崎県出身または在住のですね、作家さんたちを公募制で展示開催する展覧会があったんですけれども、今回6回目ということで5回分の集大成ということで、参加していただいた作家さんたちに集まってもらって一堂に開催するという展覧会になってます。会場では立体やアクリル画、ボルトとネジなど様々なジャンルの作品を監修することができます。本当にジャンルが幅広いので、どれかあの自分の感性に響くお気に入りの作品を見つけるような感覚で見に来ていただけたらなと思っております。またこの日は関連イベントとして君だけのおうち作りと題したワークショップが行われ、参加した家族は作家の人にアイディアを教わりながら段ボールで作られた家をきれいに色付けしていました。この展示会は6月4日日曜日まで開かれています。28人の作家による活動の軌跡、ぜひ会場でご覧ください。中竹優也個展国富ふるさとの魅力が国富町総合文化会館で開かれています。会場には国富町出身で在住の中竹さんが撮影した町の風景や人物を写した写真54点が展示されています。国富ふるさとの魅力っていうテーマで一応やってるんですけど、それはもうなぜかというと、僕が17年間国富で暮らしてきたっていうのもあって、初めての個展をここでしました。見る人それぞれが感じるままにタイトルをつけてほしいという思いから、今回展示されている作品はすべてタイトルがつけられていません。中竹さんは見るだけで写っている人や物が語りかけてくるような写真を撮り続けていきたいと話していました。四季折々というわけじゃなくて、その人物だとか、まあ、いろんな雑草だとか鳥だとか猫だとかを踏まえてふるさとっていうふうにして展示してますね。僕にとっての魅力を感じられたら、みんなに感じてもらったら嬉しいなと思います。国富の魅力が詰まったこの展示会、ぜひ会場で作品の声に耳を傾けてください。
はい、はい、以上3本お届けしました。まずは1本目、はい、宮崎ブーゲンビリア空港で行われています第43回さつき夏季宮崎空港展、はい、素晴らしかったですね。どうやってこう曲げて花を咲かせてるのかとかそうですよ、全然想像がつかないですね。憲法やってる、いやいや、もうだってこうギュッて曲がってここに花が咲いてたじゃないですか。そうそう、すごかったね。すごいですよね。気を抜くと間違えてきちゃったら取り返しつかない世界ですよね。しかもまたあのお花のグラデーションもすごいですよね。綺麗で可愛いし、しかもさつきは新芽の葉っぱが綺麗なのよ。また緑が それとの、ね、コラボレーションも綺麗でしたね。そしてですね、現在会員募集中ということで初心者も大歓迎ということで、はい、会場でぜひ会員の方に声をかけてみてくださいということでございます。はい、宮崎県さつき会というものがありますから、ね、はい、ぜひとも気になった方はチェックしてみてください。はい、さあ、そして2本目、アートセンターで行われましたワンダーアートフェスティバルの模様なんですけれども、はいはい、現在開催中ですね。宮崎にも本当に素敵なアーティストの皆さんいらっしゃるんですよね。うん、ワークショップが行われた話題にも触れましたけれども、2人の作家が講師を務めたそうなんです。1人がつぬきしほさん、はいはい、2017年2月のテゲテレギャラリーに出演してくださった方で、はいはい、また5月21日日曜日には造形作家の松下大輝さんによる作品鑑賞会を行われるそうですけど、この松下さんも2015年8月のテゲテレに出演されたんです。そうなんですよ、ね、関わってくださる方がますますこう楽しく活動されてるといいなと思います。いろんな作品が見れますので、うん、本当なんかいろんな世界がそこにある感じがして面白いですよね。ジャンルもいっぱいありましたもんね、いろいろね。というのが2本目でございます。はい、そして最後3本目、はい、3本目、写真家の中畠裕也さんなんですが、はい、インタビューの中でちらっとおっしゃってましたが、何歳か、あれ、おっしゃってましたね。びっくりしました、うん、すごい17歳でらっしゃるんですね。1年半前にですね、ちょっとまたそういう写真とかに興味を持ち始めて撮り始めたということで、あの黒猫の可愛いじーっと見つめてる、はいはい、あれって1時間ぐらいかけて撮影されたんだそうですって。すごいですね。逃げる野良猫を追っかけてたら、そこのところにポツッと待ってた、待ってたという、ね、あとやっぱり人物とかに関しては、はい、お声をかけて、で農作業をしている方には一緒に作業を手伝って距離を縮めてからカメラを構えるんだそうですって。いいですよ、ね、なのでその流れでご飯食べていかんねみたいなのもあるんだそうですよ。だから、うん、打ち解け合ったから見せてくれる表情というのがあるわけですからね。すごいですよね。10代にしてあのふるさとを思う気持ちってこれからもね、うん、ぜひ持ち続けていただきたいなと思います。もう3問ともね、今どれもあの足を運ぶことできますから、はい、ぜひとも皆さん行っていただきたいと思います。以上わがまちレポートのコーナーでした。